こんにちは、とどまちです。最近こっちに視線をずらすことを覚えた。成長。今日はアンパンマン組スマホケースを作っていきたいと思います。思います。で、何でしょうそれは。アンパンマン組、多分みんな知ってると思うんですけど、これを使っていきます。はい、ちょっととりあえず開けてください。はい、かわいい。テンション上がる。とりあえずグミはね使わないんですよ。あ、そうです。なんで食べちゃいます。かわいい。いただきます。おいしい。なんだっけこの名前。そいつはね、クリームパンダだ。クリームパンダちゃん、メロンパンダちゃん。メロンパンダの。続けてください。怖かった自分で今。はい、あー、はい、あー、あ、ねえ。はい、というわけで使うのはこっちです。グミが入ってた型、これにこういうダイソーで今ねレジン液っていうのが売ってて、これを流し入れるとかわいいアンパンマンが出来上がるわけですよ。百聞は一見にしかず。やってみよう。はい、私やったことあるんだよこれ。教えてあげるね。あ、教えてください。すごい、こんないろんな色があるんですね。レジン液って、本当は透明なやつに着色料自分で加えてやるけど、そうそう、透明のやつしか見たことなかったから。そうそう、ダイソーのやつはもうすでに色がついてて、もう100円だもんね。これを型に流し入れていきます。いきます。レジンを固めるのにライトの機械があるんですけど、これがちょっと今回小さめなので型をねこう切って入れやすいようにしていきましょう。いきましょう。切れました、はい、切れました。そしたらもう好きな色を流して固めるだけ。何色にするか、どうしよう、てか誰のを使うかだよね、うん、私はチョコパンマンとコキンちゃん。青い子だから青。私はコキンちゃんとバイキンマンの、いやー最高やつ、かわいい。これドキンちゃんピンクでバイキンマン青にしようかな。うんうんうん。食パンマンって何色だろう。黄色かな。白がないのでブルーでいきます。はい。大丈夫かな、印象悪くならないかな。さんので、これ液をなんか例えば上に青入れて下に水色入れるとかでグラデーションとかもできるので、じゃあちょっと食パンマンさんグリーン使ってないのもったいないから、グラデーション、うん、本格的にちょっと、じゃあ私ピンク入れていきます。はい、かわいい。めっちゃかわいい。すごい透明感のある色。満杯にすると結構厚みが出ちゃうので固まりにくかったりするから、結構薄めで大丈夫だそうです。いいかな。うん、行き渡れば OK だと思います。青かわいいんだけど。あ、めっちゃかわいいね。で、こうやって気泡が入った時にこういう竹串とか爪楊枝とかですくったりとか潰していくと、そう、綺麗にできます。めっちゃ集中。無言になるね。めっちゃ真剣。混ぜよう色を。うんうん。あ、意外に薄い。シルキーブルー、めっちゃ色が薄い、ほら。あ、ほんとだ。それなんかすごい透明だね。青にしよう。青すごいなんか綺麗。めっちゃ綺麗。めっちゃ優しい。めっちゃ優しい。黄色使ってるの。なんか熱中するな。めっちゃ真剣にやってた。お、すごい。かわいいね。めっちゃかわいい。あ、そうだ。レジンは触っちゃいけないんだ。そうなんですか。そう、レジンアレルギーっていうのがあるらしくて、触ると良くないんだって。本来は多分手袋とかしてやるのがいいと思います。え、美味しそう。ん、美味しそうじゃない。食パンマンさん、いい感じ。あ、かわいい。紫。そう、紫に。 OK。 そしたらの
ライトに当てていきます。2分とか3分ぐらいで固まるっぽいです。じゃあゆるもちちゃんから入れましょう。入れます。はい、これで待っとけばいいですね。うん、待ち待ち。これ2分どうやってやるか。あ、本当だはい、アレジンが固まりました、はい、イエーイ。じゃーん、こんな感じです。もうカチカチ、すごいね。めっちゃ固まってる。なんか私が前作ったやつソフトタイプで、なんかちょっと若干柔らかいみたいなやつ。あ、今回は多分ハードタイプのやつ。型から外します。はい、外します。あ、取れた。こんな感じです。え、めっちゃ可愛い。かわいい、うん、ピンクすごいかわいいね。めっちゃかわいい、キラキラしてるね。はい、じゃあこんな感じで出来上がったので、これを iPhone ケースに貼っていきます。なんか未硬化のレジンが残っててベタベタしてると周りにホコリとかついちゃったりするので、うん、コットンに染み込ませた除光液で拭いてあげると綺麗になります。こちらヤスリでね、このケースを1回削ってレジンがちゃんとくっつくようにやっていきます。ツルツルだからくっつくいそうです。で、なんとなくのレイアウトを決めてから削ります。貼ってないところが削れちゃってると見栄えが悪いので、これを貼るところらへんだけ削ってください、はい、ピンク1個あった方が可愛いな、やっぱ。ピンク使います。これこのコキンちゃんを使う。このコキンちゃん、あ、いたいたいた、コキンちゃんいた。区別が似てるんだもん。物語性を大事にしていこう。よし。あ、結構置くんですね。やすります。かわいい。めっちゃかわいい。どういうストーリーですか。ドキンちゃんとバイキンマンがカップルになったらっていう、うん、ああ、そっか、カップルじゃないのか。めちゃめちゃかわいい、仲良しな感じね。私のは食パンマンがコキンちゃんとドキンちゃんに囲まれてハーレムなのに、アンパンマンがすごい寂しくて見てるっていうとてもね、安くできて、これレジンとかもダイソーで売ってるし、ライトさえあればね。そうですね、グミとレジンとヤスリか、そうで安くできるので楽しいので、皆さんやってみてください。やってみてください。かわいいね。今日の動画はここまでです。明日の動画はこちら。今日はゆるもちちゃんのスマホの中身チェックです。ねえって言えないなんか見られちゃまずいものありますか。おろおろ多分大丈夫だと思われます。